どうもーだとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために、祈りを込めてレバー音し、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、始まりました。よろしくお願いいたします。お願いします。ピスタチオのエトスパトスロゴス、よいしょ。ということでですね、はい、この番組はですね、うん、ピスタチオがですね、我々ピスタチオがこちらキコーナさん、はい、1日2店舗回りまして、うん、ビッグだったら1ポイント、はい、バケだったら2ポイント、はい、ジャグラーを落ちまして、うん、合計39ポイント獲得できるかという、はい、番組になっております。ありがとうございます。はい、そして本日はこちら気候な平井店さんで、平井店さん1店舗目、はい、1店舗目でございますけども、はい、はい、よろしくお願いしますと。はい、今日は平日なんでね、はい、だいぶ座れるんじゃないかと。そうですね、そう、休日来たらかなり混んでましたからね。うん、はい、まあ結構あの悠長に喋りましたけど、実さん、はい、何でしょうか。なんと、今回と2店舗目で、最終回かもしれないということです。いやいや、それはだってなんか言ってましたけど、はい、人のお偉いさんが、うん、言ってました。それはだってもうあれ勝手に言ってるだけですから、お偉いさんが。どういうことですか。お偉いさんが、もうここ認めなきゃいけない、来ちゃいますから。違う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 、お偉いさんが言ったら終わりなのよ。いやいや、ダメなんですよ。いやいやいや、じゃなくて、いや、もう俺はこれなくなったらもうだって、うん、仕事なくなっちゃうんだ。あの、ダダこねんのやめろ。その気候なさんとかは、うん、とかは別にその、うん、この番組はなくなるでいいですけど、うん、僕らこれなくなったら、うん、仕事なくなっちゃうんだ。いや、まあそうですよ。ピスタチョがなくなっちゃうわけです。いじっさんいじっさん、前回まで早く終わりみたいなスタンスだったのに。それは違うじゃん。それは違うじゃん。それ手じゃん、それは。違うんですよ。僕ね、うん、自腹でずっとやってきて、うん、このまんま終わったら何回も言ってるけど、うん、前で終わっちゃうんです、前で。じゃあナスまで言ってよ。前で終わっちゃうんです。前じゃ分かんない。プラで行かないと。まあ確かにプラにしたいから。言ったじゃん俺。おかしいよこんな。そうこんなおかしいよ。マイナス終わらせるなんてさ。だから見てる人がね、もしかしたらコメントにもうちょっと続けさせてあげてください。そうそう、確かに確かに。そう、せめてもいいです、うん、ピスタチオのエトスパトスロゴス最高終わっていいです、はい、ピスタチオイジチのエトスパトスロゴス。いやいや、私は私はどうなっちゃうの。言ってくれれば僕だけでも、私も出ますよそれは。そうそう、いいじゃないですか。キコーナさん、うん、ギャラ半分で済みますよギャラ。いやいや、いない手にすんのやめてもらっていいかい。半分で済みますよ。いない方向で話進めないで。僕倍喋りますんでお願いします。まあまあまあ、喋るはするけどさ。でも本当にコメントでマジで、そう、次のね、うん、ちょっと決まってないみたいだから、さっき聞いたら。なるほどね。聞いてたんだよ、うん、そしたらまだなんかその後決まってないみたいなこと、うんうん、とりあえず終わるみたいなこと言ってたから。だから再生数と、再生数と皆さん見ていただいて、コメントと、コメントは署名活動だと思って、そう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 、やっていただければ。逆に言うとコメントでその我々のことを叩いてくれても構いませんもん、これは。そう、とりあえずあれれば、あれれば、そうだってコメントを書いてるってことは見てるってことだから。なんか不祥事起こさまいるかしら俺ら。いや、ダメあれるからコメントが。一番ダメ、一番本末転倒だから。それでもなんかバズれたりするから。ダメダメダメ、バズらせないだけじゃない。 YouTube とかって続けたいの、続けたいの、続けるためですから。皆さんぜひお願いいたします。お願いします。皆さんよろしくお願いいたします。なんとか続けられるようにお願いします、はい、今後もよろしくお願いいたします、はい、ということで、というわけでね、早速、まあ実践が全てですから、はい、そんなこと言ってましても、はい、開店時間始まっちゃいますんで。そうですから、行きましょうか。行きましょう。それでは頑張ります。ファイト。おはようございます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 。どこ行くんですか、どこ行くんですか、伊地さん。違う違う違う、あっちあっちあっち。でも、うん、エトスパトスロゴス終わるんですよね。だからってダメなのよ。別にもう媚び売る必要なくないですか。逆に言うと最後ぐらいちゃんとやろ。こっち自腹なんで。ダメダメ、だって最後ぐらい。まともにやろうがまともにやらないがもう終わんだから。ダメ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 。え、うん、硬いな体が。硬かった今。伊地さん、大選びですけども、僕ね、平井店じゃないですか、はい、初めての時の平井店覚えてます。こことここでしょ。そう、僕こことここのリベンジしていいと思うんだよ。マジで、うん、これ気になるな、うん、あ、じゃあ行っちゃえばいいよ別に。おたすので、俺はもうちょっとこれかな、やっぱそれ、うん、あ、じゃあこれもいいね。初日の
初回のやっぱ思い出とともに、どうしよう、マジでマジで迷うな。俺もいや直感もうここもうもう最初に俺ね、それこそねオカルトですけどこういうのよくあるんですよ。やっぱ最初に選んでた台言っときゃよかったなっていう。じゃあこれ打ちますわ。いいんですね。じゃあもうどうしよう、最初に言ってたのこれって言ってたけど、もうもうちょっと待ってよもうどこ行くの、全然違うとこ行きましたじゃん。俺よく俺がじゃあやるよくやるオカルトやっていいですか。あいいよいいよ、オカルトももうやりましょう今回。2台、はい、2台とか迷った時にやるやつ、うん、携帯見ないんですまだ。もう携帯ポケットに入ってるんですけど、はいはいはい、あの今の時間の何時何分の分あるじゃないですか、うん、はいはいはい、その時間が奇数だったらこっち打ちます。はいはいはい、最後の人も1つが偶数だったらこっち打ちます。はいはいはい、もうこれ結構やるんですよ。はいはいはい、OK ですか。 OK です、見ます。7分って奇数なんでこっちです。なるほど、わかりました、はい、こっち打ちます。じゃあはい、さあということで、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、そう、まあ、まあまあまあ、せーの、ガカッ。うわー、まあね、見たかったねこれね。見たかった。なんちゃってびっくりした。なんちゃって何そのいたずら、初歩的ないたずら、何そのちょっと初っ端から飛ばすね。初歩のいたずらですよ。このアイムジャグラー俺初めて打つから。確かに小沢ある打ったことないです。初めましてです。このアイムジャグラー初めましてなの、うん、新しい台なんですね。ねえ、そうなの、はい、ちょっとね、うん、メダル出るメダルが少ない分、はい、コイン持ちがいいというね、という情報が入っております。はい、まあ比較的ゆっくり遊べるというね。そうですね、うん、ちょっと待ってくださいこれ。どうしました、メダル持ちがいい。おい、おい、お、かわいい。本当にビッグ来て、ビッグ来ました、ありがとうにゃん。あ、どうした、あら、かわいい、うん、今年かわいいキャラでくる。なるほど、新規一点、ありがとうにゃんいいんじゃない、まあ、ビッグ来てって言ったからまだわかんないですけどね。そう、もうビッグ来てって。あ、これだから あれなんですよ、この新しいジャグラーは、はい、ここに、うん、よーく今パッと見たのカメラだと、うん、ゴーゴーチャンスって、うん、光ってるだけだと思うんですけど、これよく見たら、うん、ビッグって書いてあるんですよ。もうほら、どう僕には見えます。あ、やばいね、もうちょっとあれじゃん。これちゃんとジャグラー愛がある人にしか見えないらしくて、うん、僕どうなのかなと思って見たら、あ、うん、ビッグって書いてましたよ。もう幻覚見えちゃってんじゃん。完全にやばいじゃん、もう。それが幻覚かどうか見てください。これは まあまあそうだね、確かに。じゃこっちから行きましょうか。うん、こっちから行きますよじゃあ、うん。これでわかるから。お笑いわかってる。お笑いわかってる。今ちょっと安心したでしょ。え、安心したでしょ。ちょっと今、うん、バケでよかったなと思いました。でしょ、思ったよね今ね、はい、この子お笑いわかってる。よかったよかったよかった、よかったよかった。やっぱね、二人で勝って終わりたいですからね。本当よ。逆に言ったら二人で勝ってないのに、うん、この番組終わらせたら鬼だよ。確かにね、それは鬼よね、その終わるっていう意気込みでいたらダメですからね。確かにね、もうやめよう、そういう暗い話は。やめよう、やめましょう。だってさ、これを見てるさ、うん、皆さんがさ、コメントをいっぱい書いてくれたらやめないでとかさ、うん、あと再生回数を伸ばしたりさ、うん、友達がさ、周りの人にさ、うん、あのさ、ピスタチオのやつ、またそれこそ面白いよって言ってくれればいいだけの話だから。怖いって。え、怖いよ、それ見た人はもう今消してるよ全部見てもらいたいから。ちょっと、うん、伊地知さんが大負けした時に、はい、イメージキャラクターの橋本里奈さんにコメントを求めたんですよ。はい、覚えてます。覚えてる、うん、まだコメント来てないですよね。
まだ待ってます、ね、橋本さん。まだコメントってないもんね。そこはオンエアに乗ってないんだ。そうだ、オンエアに乗ってないの、小沢さん。そうだ、ちゃんと小沢さん、今のでわかりました。視聴者の皆さん、小沢さん見てないですか？見てる、ね、見てんの。これでわかりましたよね。もう小沢さんクビです。ピスタチオイジチのエトスパトスロゴスになります。イジさん、イジさん、続けたい気持ちわかるけど、はい、一人でやりたがるのはちょっと違うわ。でも小沢さん、うん、苦肉の策よ、俺も。なんでよ、苦肉よ、なんでこっちも。いいよ別に、仮にイジさん一人でもう、じゃあ、あ、いいって言ったね。うん、いいよ。俺は嫌だって言ってるから、俺絶対嫌だよ。いいよ、言った、今言ったよね。俺はもういいです、ただこれ、まあ、来ます。え、僕は来ます。来ていいよ、来て、私服で隣で。おら、おら、通じたよ、やっぱイジチだよ、やっぱイジチって。イジチ、早く打って、早く打って。これ55じゃないもん。何、イジチって書いてあるもん。書いてるか、全然違う。55でイジチって書いてある。全然違う、え、全然見れない。イジチには見れない。イジチって書いてある、見れない。いいえ、早くやれ、あれ、あれ、みんなで一緒に打ちますよ、せーの。はい、同じ、焦りました。全然タイミング違うときにせーのって言ってたじゃん。みんなで一緒にせーの、せーの、はい、よし、もうさー、もうさー、よし、またじゃん、イギチバケだな、はい、またじゃん。結局戻ってくるんですね、もうさー。イギチさん、まだ下の追加動作してないですから。確かに、結局、ほれ、はい、ありがとう。結局どっちですかっていう話、結局どっちですかっていう話なんです、これ。やっぱバケ2連チャンでしょ。ささっと僕ビッグ出しちゃいますんで、ありがとう。せーの。嘘でしょ。でもビッグじゃん、それも。ビッグの止まり方と今。もうビッグじゃん。サクサクと。へい。ほら、もう。どっちですかっていう話でしょ。ありがとう。ポイント的には伊地さん稼いでる。そうよ。ありがとうございます。番組用で考えてないよ。もうそんなことないです。だから伊地さんにポイントを稼いでもらって、僕はビッグ稼ぐんで。よろしくお願いします。ああ、おもろないわ。ありがとうございます。もうおもろないですわ。お笑い捨てましたわ。本当に、いや、それはもうバケ担当なんで、伊地さんは。ほら、おお。しかもベコってなんなかった今。あ、確かにね、無音で。今無音でしたよ。はい。これあんのかな。なんか気になるよね。気になるね。今ベカってなんなかったよね。うん、俺もだって気づかなかったっす。でも俺コメント見てんだけどさ、うん、前ね、うん、この俺があれ今遅れなかったみたいなこと言って、うん、そしたら今遅れたと思って見てくださいって言ったら、みんなから総攻撃でコメントで、うん、遅れじゃなくて無音だよ、お前何も知らねえのかってめちゃくちゃ叩かれてさ。来てた。そんなことある。可愛い間違いじゃん。確かに。それをみんな一斉攻撃でさ、うん、いや無音だよみたいな。ひどいよ、もう優しくしてよ。頼むよ、そうなんだよ、皆さん優しくしてほしいんです、こういう言ってますけど。だから今、うん、これね、無音だけど、うん、どうなんだろうっていうね、うん、優しくさ、うん、そうだね、それ関係ねえよじゃなくて、それ関係ないですよって書いてくれたらいいんだから。確かにそういう時ってちょっと期待しちゃいますよねって書いてくれたらね。そうですよ、いいんですよ。じゃあ行きます。はい、お願いします。果たして3回目、悲願のビッグ達成なるか。続きは CM の後で。いいね、いいね、やってくれるね、お仕事するね。いいね。はい、CM 開けました、行きましょう、はい、あ、バケやん、関係なかった、関係なかった、関係なかった。はい、はい、また叩かれる、また叩かれる、はい、はい、叩かれる、また叩かれるよ、何も知られないっつって、はい、許してよ。みんなと一緒に成長していこうとしてんのよ。確かに、そうですよ、そういう初めてジャグラー打ったことない人に向けて今やってるから俺は。そう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 、こう分かってよ、一回一回ね、こういうリアクションを取ってるんですよね。ただ、うん、3回連続バケです。ありがとう、さすが、それは揺るがない。
さすがバケさんと。それは揺るがない。いやいやすごいですよ、はい、持ってるよ。ちょっとさすがに3回連続バケはきついから、はい、久しぶりにバケクイズいきましょう。何回ぶり、ね、これもう。これはですね、ピスタチオイリチがバケが来た時に、うん、悔しさを紛らわすために、うん、クイズを出すという。そうだからこれ、4回目くらいにもうやってないんだよね。そう、今日久しぶりに行きます。おー久しぶりだ。それでは参ります。はい、私は何ていう言葉をバケに変えて喋ってるでしょうか、うん、ねえママ今今年さこんな時期だからさおばあちゃんとこ行けなかったからバケもらえなかった。そんなこと言わないの。はい、はい、お年玉。正解です。正解よね。ですよね。正解です。やっぱいいです。正解でした。これ見てる方には分かんないと思うんですけど、はい、新年明けて一発目のこの、はいはい、ねデスポトスロゴスで、はい、やっぱお正月感もあるお題を出してくれましたよ。小沢さん早いよね。うん、もうすぐですよ。俺ももうちょっと泳がしてと思ってから、うん、早いよ。そうでしょ、小沢さん。そうでしょ、小沢さんも慣れちゃってるから、うん、クイズに。そう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 、めちゃくちゃ早いのよ。簡単なんだよ小沢さん。もうちょっと分かんないかなと思ったら早いのよ、うん、分かっちゃうから。今回マジで、うん、いつも20とかね、うん、多くて3、40とかだからコメントが、うん、今回100いってほしい、コメント。ピカッと。私も今無音でした。今俺大事な話してたんだよ、うん、コメント100いってほしいって、うん、それを遮るように光らせないでよ小沢さん。いや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 、これごめんね、ちょっとありがとう。またビッグじゃないこれ。小沢これビッグだよ。ほら、はい、66回。こんなさ、ひどくない66回。ひどくない、小沢さんだけ。ありがとう。ひどいわ。音楽がいいです。もうやだな。エトスパトスロゴスはこうじゃないと。やっぱこうじゃないとね。やめてください。エトスパトスロゴスはこうじゃないと。小沢さん、はい、この頃でしっかり白目向けましたね、うん、2021年に、はい、改めて、うん、満金で白目向けました。いいでしょ、やっぱ大切よ、初心忘れるべからず。やっぱり久しぶりに見ましたよ、満金の白目。小沢さん、いいでしょ。肘さんもなかなか見れないでしょ。俺もなかなか見れない。思い出したもん今、足が、あ、これだみたいな。あ、ピスタチオ白目向くんだったって今思い出した。ちゃんと向かないとダメよ。忘れてたもん白目向くこと。はい、すごっ。はい、来た8回。めちゃくちゃいいやん。めちゃくちゃいい。ビッグじゃない。まあ全然これは、でも光った回数で言って一緒ですね。一緒だね。うん、どっちの台もいいんじゃないですか。まあ確率的には同じぐらいだよ、うん、今のところはね。そうだよ。おい、あっ、おおおお、見て、かわいい、ひょっこりはんしてる見て、かわいい、ひょっこりはん、これひょっこりはんだ。こんなのあんの、ね、めちゃくちゃかわいいじゃん。めちゃくちゃかわいいじゃん、これいいな。めちゃくちゃ映えるんですけど。どうしたんですか。めちゃくちゃ映えてるんですけど。それは何ですか。え、それは何ですか。女子受けを狙ってます。めちゃくちゃ映えてるんですけど。あんまり受けないです。それ隠しちゃったら映えもしないんで、今カメラで隠しちゃってるんで。かわいらしいやつ。これすごいじゃん。すごい、かわいい。こんなのあんの、ね、これ安心して打てる、安心して打てる、もうね、うん、それはそうだよ。これはそうだよ。嬉しい、嬉しい。かわいい、今ね、めちゃくちゃかわいくなかった。めちゃくちゃかわいい、いいな。ね、ビッグ2回はでかいね。でかい、だいぶ持つもんね。だいぶ持つ。なんだろう、ほんとね、減ってる感覚がないですな、ね、全然減ってないもんね。ほんとにビッグ2回、レギュラー1回、
全然減らない。このままこのメダルだったら明日の朝ぐらいまで打てるんじゃないかなって思っちゃうぐらい。でも営業時間的に無理だね、小田さん。風営法というの決まってますから。ごめんなさい、そんな冷静に風営法っていうのがありますんで。そんな冷静なこと言わないで。すいません、営業時間的にそこまで持つかとかでよかったのに。いやいやいや、営業時間そんな冷静な。すいません、小田さん、ね、厳しくない。何、たまにはそういうこと言うわよ、こっちだって。ポイントさえも超えちゃったら、イジスさんが気使ってバケ取らなくてもいいんだもんね、もう。まあな、うん、俺はもうやっぱ仕事人間だから。そうよね、やっぱ、うん、絵を気にしちゃうからね。うん、やっぱ空気読んでのバケ。まあまあまあ、まあ、ですから。ファン感謝デーがあって抽選できます。あ、あ、できますか。あ、行きましょうか。行きます。どうするんですか。え、小田さん大丈夫じゃない。店員さんが箱持って回ってくるんで。すいません、僕本当に初めてのことで、ファン感謝、はい、抽選が行くもんだと思って。俺これ別に貴重な店舗、貴重なさんじゃなくて、うん、全国のパチンコ協会みたいなのがやってるやつで、うん、これどの店舗でも、うん、これあるイベントで、うん、これも定期的に行われてるんで。僕はもう日頃からパチンコ屋行ってるんで、これも何回も経験します。うん、いいね、今日、はい、ダブルで緊張させてくれるじゃん。私昔 かつて、はい、空気清浄機を当てたことがあります。すごい。これも、あ、すいません、ちょっと嘘つきました。なんで、私の母親が空気清浄機を当てました、うん、すげえな。厳密に言うとすごいな。プチ情報です、はい、すごい。あ、楽しみ楽しみ。飛んで光った。すごい。そして光る、そして光る。いい回転数よ、いい回転数164。ああ、まあ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 、やっぱ66回気持ちよかったもんな。66回といったらムムワールドデラックスを思い出すよね。ムムワールドデラックス、ムムワールドデラックスを知らない。すいません、あの名機9個画面があって知らない。ごめんなさい。あ、知らないんだ。申し訳ないです。ボーナス中にロボットのやつが出てきたりとかいろいろすると、うん、熱い。知らない。打ったな。おい、うん、ちょっとムムワールドデラックスの話はちょっとそっちかい。いや別にムムワールドデラックス別に放送禁止用語じゃないから全然していいでしょ。ダメなんて決まりないで。ひょっこりはんはいないです。いないね。いないです。だから分かんないよまだ。素晴らしい。いや、バケの後のビッグすぐ引き戻しはすごいよ。スバラ、これがいつものエトスパタスロゴス。ありがとうございます。これがいつものエトスパタスロゴスでございます。いや、いつものじゃないのやっぱ小沢さんがこのビッグ戦争やっぱり。もうやめてよ、そしたらおバケになっちゃうの。おい、すげー、光るね。すごいね、君光るね。ビッグだ、バケか。ちょっと大移動しようかな。あり、うん、だと思います、ね、ちょっと大移動しよう。そうですね、ちょっと平井700が怖くなってきたからちょっと、うん、あの伝説がありますから。平井700の伝説があるから。ちょっとね、ここ行きますわ、うん、あそこ行く。なるほどね。これね、うん、1個なんでここを打つかっていう理由もあるんですよ。何、うん、ですか。さすがに、うん、ここの間に入ってくる強者いないだろうっていう。やっぱ自分が打った台をすぐお釜掘られたくないんで、ここのピスタチオの間で打つ強者いないだろうっていうことを考えて、ここに座ればこの台打たれないっていう、うん、なるほどね。でもグラフ悪くないからね。いや悪くないんだよ。
もうこれこっちかな、移動しない方がいいのかな、怖くなってきちゃった。出た出た、いいよ、優柔不断出てるよ、いいよいいよ。ちょっとやっていい、また偶数の奇数またやっていい。はい、どうすんの、また偶数奇数やれば。どうすんの、さっきこれ、うん、こっち奇数だったじゃん、うん、だまた奇数だったらこれにするわ、うん、偶数だったらこっち行きます。俺は知らんからね、うん、俺は知らんからね、うん、うん、でもこれはもうやるわ、うん、またこれで不機嫌になるのやめてんの。奇数だったら戻る、はい、偶数だったらこの隣に移動します。はい、今見ます。うん、偶数です、こっち。11時16分、よかったよかった、こっちに。いや、よかったと思いますよ、俺は絶対戻らないでよかったと思うから。本当に、うん、いい選択してると思います。あ、来ました、このファン感謝デーですか。はい、あ、ファン感謝デーで店員さんがめちゃくちゃ言われてるだろう一言、うん、でもこんなのいいから出してよ。はい、これです。多分これ毎回めちゃくちゃ言われてるであろう一言です。毎回言われてますか。はい、毎回言われてますか。毎回ですか。はい、あんまり言われない、あんまり言われないかい、言われないんかい、あんまり言われないらしいです。はい、残念。あ、ギター侍だ。でも台は出ますから。逆なんだよ、出ますから残念じゃん。あ、そっかそっか逆か、うん、でも台は出ますからギリーだから。すいません、畑山さん思いっきり満金だって間違えました、すいません、申し訳ないです。すいません、失礼いたします。じゃあ私もちょっと店員さんが言われているであろう一言。お、あ、残念。あ、よかった、ここで当たってたらこれ出ないからこれあるでしょ。ちょちょちょ、ありがとう。あの外れた代わりにですよね、ですよね、ほらこれって外れたかこっちで出るから。違う、小田さん、あの分かるんですけど、うん、なんでおばさんなんですかおばさんの方がいいそう。性別変えなくてよかった、性別変える必要なかったおばさんの方がいいそう、おばさんの方がいいそう。あ、そういうことね、うん、そうそうそう、ありがとうございます。あ、ありがとう、残念でございました。200超えましたね。いや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 せーのってなっちゃったんだよ、小沢さん。ああ、バケバケ、伊地知さん悔しいんすか。悔しいよ。やっときます、バケクイズ。はい、やりますか。やっぱさっきバケクイズしてすぐビッグだったと思うんだよ。ちょっと難易度上げて、ちょっとだけ。いいよいいよいいよ、でもほんのちょっといいよ、まあ、すぐ分かっちゃうと思うけど、うん、いいよ、もうちょっと上げていい？うん、じゃあ行きましょう、ピスタチオ入りのバケクイズ。はい、いやー、こんなに強いかと思ったけどやっぱ強いな。いや、こんな連勝するって思ったけどやっぱ勝つもんな。こんだけ日本人倒す俺選手見たことないよ。日本人何連勝、あれ、あんな強い K-1 ファイターいる？こんだけ連勝して、まあまあ最近やっと日本人が倒してくれたけど、それまでも日本対日本人たち何連勝したかな。強すぎだよバケ。さすがにこれは簡単か。むずいわ。え、むずい、怖すぎる。え、一点集中すぎる。わかりますよね、ブアカオ選手。あー、もう全然違う、全然違います。じゃあ知らんわ、もうわかんない。ギブアップリーズね。はい、正解は、うん、ジョーダン・ピケオでした。いや、知るか知るかブアカオ選手よく出たよ。え、ブアカオ、ブアカオ、ブアカオポープラプックだから。そうだ、本名はそうだそうだ、タイのね、正式名称は違うから、ムエタイちゃんと覚えてくれ、ね、そこは。いや、わかるか、わかんないか。ちなみにこれ、うん、
あの、書き込んでばっか言ってますけど、うん、ちなみに本当に、うん、このクイズで冗談引きを分かった人は本当にちょっと分かったって、これ嘘つかないでくださいよ。そうですね、ボケみたいなので嘘なし、うん、本当に冗談引きを分かった人は分かったって書いてください、うん、分かったって書いてください。あと、あのブワカオさんの本名全部言える人もコメントくださいそれ、その2件お待ちしてます。嘘なしです、嘘なし。あ、虹さん、はい、あと30分だそうです。あと30分か、ここでビッグ2連発ぐらい欲しいな。確かに僕投資が9000なんで今。あら、結構いったね。はい、結構いったねって言ったけど、いつもよりはやっぱ少ないね。いつも全然少ないよ。すごいね。あら、どうしました。ちょっともう違うなと、これは。なるほど、戻ろうかな最後。 あると思う、ね、最後ちょっともう戻るわ、うん、そうだね。でこれ今2000入ってるから、はいはい、多分これを使うか使わないかもう時間になるから、うん、最後この2000だけこれやってなかったら、うん、もう終わりですね。はいはい、あと10分、あと10分です。はい、来た来た、シャッ、あー負けだ、悔しい。423ですよ、私も。あら、行ったね。残ってた2000円は行っちゃったんですか。これで終わりなんで。なるほど、もう時間的にこれで終わりにしたい。ちょうどいいぐらいだね。出なければ光ってほしいなと思ってます。そうだね、光ってほしい。この残り15、おーい、嬉しい。おい、おい、この残り15枚ときた。ただ今すごい嫌な予感してます。こっちから落ちます。うわ怖い。うわ、やっぱさ、やっぱさ、心が綺麗じゃなきゃダメなんだな俺正直、うん、おさばどうでもいいから俺だけ引かれと思ってずっとお疲れ様でございました。ありがとうございました。さあ、はい、終わりましたけども、はい、伊地さんどうでした、結果は。私がですね、はい、おなじみの、うん、ビッグ1の、はい、バケグー、ありがとうございます。え、なんて言ったんですか。バケグーって。バケグーです。すいません。バケが5回。はい、なるほどね。おなじみ、こんなことあるんでしょうか。いや、もうありがとうございます。もうなんかもう、はい、落ち込むこともなく慣れたもんですよ。僕の日常です。慣れたもんですわと。慣れてますね。なるほどね。動揺してませんよ。ポイント的には11ポイント11ポイントです。私がですね、ビッグが4回のバケが5回ということで、はい、合計14ポイントで、はい、2人のポイント足して25ポイント。まあポイントね、1店舗目のポイントは大体20ポイントぐらいなんで、はい、目標が、はい、それはまあまあ、あの5ポイントもオーバーしてるし、ポイントはまあまあ合格点かなと思いましたけど、2店舗目、まあ、ポイントもありますから、はいはい、2店舗目に勢いづけていきましょうよ、はい、あとはチャンネル登録と、はい、ね、いいねの高評価の方も、お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんの力でエトスパトスロゴスを継続させよう。おう、というわけで、うん、いつもと違うな締め方が、はい、白目でお願いしますね。また見てね、はい、またね。